地の野菜で滋賀の新しい名物を作ろう。カリスマパティシエや一流シェフが挑みます。それが食のバラエティアグリンチュー。この番組は JA バンク滋賀の提供でお送りします。ニューヨークからのお引っ越しでさぞお疲れでしょう。でございます。あれは畑でございます。あれは4月までございます。さすがクールジャパンね。アミンチュ。ところでじい、あれは畑でございます。何作ってるの？いろいろな野菜でございます。ほー、ナスコ様も今日から滋賀県でお暮らしになります。地産地消と申しまして、新鮮で美味しい地のものをお召し上がりになりますと、体に。地の野菜でスイーツ食べたい。いや、野菜でスイーツでございますか？そう、滋賀県の野菜でスイーツをいただくわ。あは。スイーツですと、それならあそこのコンビニで売ってございますので、滋賀県の畑から採れたお野菜のスイーツを食べて地産地消するわ。みなくちかぴょん。ということで、やってきたお店は大津市王子ヶ丘にあるスイーツのお店、パレットアトリウム。こちらに滋賀が誇るカリスマパティシエがいると聞いてやってきました。早速お店の中に入ってみましょう。地の野菜をスイーツに、カリスマパティシエを探せ。とっても可愛いお店ですね。人気のスイーツがいっぱい並んでいます。こちらのお店の一番の人気商品はどれですか？はい、こちらです。はい、私も大好きです。パレットの幸せスフレ、美味しいですよね。幸せスフレ、鮮度の良い北海道産チーズを使用した香りと味わいの優しいチーズケーキ。口の中でふわっととろけ、心地よい旨味が残ります。それでは早速いただいてみましょう。ちょっと待った、アグリンチはグルメ番組じゃないよ。そう、アグリンチは地のお野菜を使って新しい美味しさを作るクリエイティブ番組なのです。それではご紹介しましょう。滋賀が誇るカリスマパティシエ、パレットオーナーシェフ前田翔造。
大津本店、パレットアトリウムほか、滋賀京都に6店舗のスイーツショップを展開。パティシエのマイスターを育てる菓子技能士1級資格者の指導検定員でもある。滋賀短期大学では製菓基礎理論を学生に向けて指導。自らも100年素材というテーマを掲げ、安心安全な食作りの研究開発に没頭するマイスターオブマイスター。それが滋賀が誇るパティシエ、前田祥三。地元で採れたお野菜を新しい美味しさでいただこうというのがこの番組アグリッチュなんです。そこでぜひとも前田オーナーシェフにお力をお借りしたいんですが。わかりました、やりましょう。ありがとうございます。地元のお野菜をスイーツに変身させていただけるんですね。はい、わかりました。やったー、ありがとうございます。決定。次回、滋賀県の JA 農家さんの畑から収穫された採れたての地農野菜をカリスマパティシエ、パレット前田祥三が新しくスイーツに変える。果たしてお題となるのはどんな野菜、そしてどんなスイーツが完成するの、お楽しみに。町のみんなに聞きました。アグリンキュー。今回のアグリンキュー、地のもの食べてますか。はい、食べてます。地のものはお米が美味しいです。トマト、冷たく冷やして食べると美味しいかも。トマト、人参も好き。人参も好きやな。あ、ナスですね。子供が酸っぱいの好きなのでマリネ。もう一つアグリキュン。滋賀といえば思いつくお野菜は小松菜とか。はい、白菜も取れるし、ほうれん草、小松菜とか、なんか葉っぱもんですよね。森山メロンかな。小松菜かな。うん、炒めたりするのが多いかな。お野菜好きですか。はい、はい。JA バンク滋賀メッセージ。お土産に超金魚欲しいわ。私たち JA バンク滋賀がアグリンチに込める願いは食能で滋賀を元気にすることです。ふむふむ、滋賀の皆さんと一緒に食能ムーブメントを起こします。よく申した。ここでアグリンキュー。地のもの食べてますか。食べてます。食べてます。食べてます。かんぴょう感激。この番組は JA バンク滋賀の提供でお送りしました。